はい、まずは慎之介と申します。まだまだ未熟者ですが一生懸命やらせていただきます。どうか一つよろしくお願い申し上げます。お見かけ通りの未熟者よんかこいこい借りてました未熟者お気に入りですよにゃ読めないけれど学びましての粗末を歌いつけた河内おんのりのせがらしてせこんこめて歌いましょう。明治26年の月は10月7日の夜に4個月がしきったその中は夜露に濡れたが今日が晴れて青春かけたるけど中野の名前にかけて立つ一人は姿三四郎相手は村井に半助の山田の会朝鮮のその名が聞いて玄之助呼んどる本を言う声尺の体に燃えるのは鬼と言われる身じゃけれど若い子の子に瞳よる恋の松酒そかに飲んで夢を見るのはないじゃない。さらば今宵の果たし合う炎をかしばしたか受けた虹か恋夢か言われとんわがくのさらめうまうわが静止の高いになり込んで尽くす男の踊る本能の着物の下に稽古着をつけて風呂を閉めたら恋を知らない女でも仕留め死ぬむせび泣く待ってごめんなさい三四郎さんが行けばあなたは殺されるよこの思い声
何も言わずに差を止めさえよう。いずれ一度は、いずれ一度は、ならない今日が払い決闘場に書いてある男もどうしの約束も破った方が負けになる。あの選ぶ三章四個ほいほい僕の愛する孤独感動そして十の問屋の先生十のと先生アプリ捨てて誰よりすぐきSao tome san no yuami ni 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 ni初見となったのが今そうと目驚いて相手の日が来は恐ろしい男この差を取りはしにているあわらの鏡と歌われた早乙女父なる半助よいよほらほんのいほえどうした時より愛したるその早乙女がほのかな小さい胸にと嘘で私を心配してくれる嬉しい涙が頬を伝えるちょうどその時に皮肉にも時刻僕で僕らの彼がねあるゴーゴーゆかねみば知り目に参照愛する人手を切って
ちもにかけいなす月が冴えてんだ草の今日が晴れのもそろやかやてみたぶれた恋の恨みよまがたれに腹そげ永遠の薄き胸の痛みを抑えつつ男泣きしての情け言えんばよほとまたそる三四郎さえくらなきれ村井先生の恩に締めた黒鬼に章をかけたやおうの男と男の果たしがいの遅れ一足先に猿之助秋風身にしもその中で遅れと耐えやか三章何を言うのかいがきさん僕をここまで読み出したあの漫画女に対する意地上感がそれとも両に神道流の柔らのため勘銀之助問答差し出した三四郎素早く身をかわすでは自慢の鼓動家の嫌の先生のも惜しみを受けたが鼓動感動しての辛い死去も何のその青い畳のその上で鍛え上げてあるこの胸を思う存分試したに得意
この命らすが孤独中に今日が腹のゲットはちょうど読み切れつきましたがお聞き苦しけその中をようこそ5000日をいただきましてようこそ踊ってくださいまして熱く「これにて失礼いたします」はい、どうもありがとうございました。